コライスを世界に広めるっていう僕の、まあ、夢ですね。10年後は500店舗までは行ってるかなっていう。小雨が降る中、早朝からランニングをしてトレーニングに励む男がいた。今沖縄で最も熱い男、戸口淳、28歳。彼は沖縄から世界に挑む若き経営者。ふるさと沖縄の食文化タコライスで勝負を始めた。これは経営者に必要な遂行力と継続力を養うために始めました。こういうこの継続が力なりっていうことは、これがこの走っていることによって、まあ、何かが変わる。例えばこれが勉強に変わったり人間に変わったり違ってるのを想像するとどんどん面白くなる。彼は地元の人たちにも大人気のタコライスの店を経営している。タコライスでのビジネス展開、大手チェーン店を目指し海外進出を狙う。真っ先に始めたのは外食産業の本。僕がやりたい外食産業を僕が一番知らないとダメだろうと思って、これは1時間やるみたいな。今日は店をオープンする前に1時間勉強、移動中やトレーニング中には英語の勉強。このすっきりとした顔立ちの青年の心には熱い野望がみなぎっているようだ。タコライスを世界に広めるっていう僕の、まあ、夢ですね。夢はでも誰でも見るのは自由なんですけど、僕はいけると思います。いけると思いますというか、いきます。はい。自信に満ちた言葉と表情には大きな夢を実現させる可能性がにじみ出ている。厨房に入り、店のオープンに向けて仕込みに入る。この日はトラックでの移動販売も予定しているので忙しい一日となりそうだ。タコライスはやっぱミートとソースですかね。特にミートが一番重要かなと思います。配合する肉の分量とかで結構変わってくるんですね。それで僕は毎回毎回ミートの肉を変えて一番どれが合うのかなって、やっと定まったのが1ヶ月後ぐらいだった。そこからそこ行くまでには結構大変でした。店のオープンから3年目、熱い思いを語る戸口にとってタコライスでの挑戦にはスタッフの力も必要不可欠。毎日毎日毎分毎秒が新鮮な気持ちで生きてるので、そこら辺はまあなんかかっこいいなと思いますけどね。顔だけじゃなくて中身も、まあそうですね、一応ここであげとかないと今後の仕事に響くんで。昇級イケメン店長いますかっていう人もいるんですよ、女の子。これはイケメンですよ。あ、いや、よかった。一緒に働くメンバーって絶対重要なんですよ。ただ本当に心が綺麗で一緒に働いていきたいな、こいつ働いてて気持ちいいなっていうメンバー。ありがとうございます。ルーラーズマイル店と口を受けてまいります。はい、はい、常連や先輩、友人などからの注文を受け、スタッフが配達。この日店長戸口の担当はトラックでの移動販売。およそ50食分のタコライスを仕込み、いつもの場所へ向かう。お待たせしました。はい、全部ですね。はい、もう美味しいですよ。本当に。またこんな素敵な方が出してくれるんで。人が歩くのが少ないのでどうかなと思ったんですけど、出だしから結構お客さん並んでくれたんで。あと男性のお客さんもいっぱいいたんで、これで
僕目当てじゃないっていうことが分かったんじゃないかなっていう、はい、用意した50食もほぼ完売。自分の信じるタコライスに手応えをつかみ笑顔も出る。ルーラーズタコライスの人気も出てきた。声に出せないけど、ここだったらいろいろ書けることがあるじゃないですか。結構みんないいこと書いてあったので、結構モチベーションにつながります。あれ見ると、あ、頑張ろうみたいな。これ一応好きでいてくれるお客さんも少なからずいるんで、そのお客さんたちのために応えないとなっていう。今はまだ自分で苦労してるなって思わないので、そこがちょっとダメだなと思いますね。もっと自分きついな、落ち吐きそうだなってぐらいまでいかないと上に行けないだろうなと思ってます。学生も、まあ、おじいちゃんおばあちゃんからみんなが気軽にポンって入って食べれるようなお店にしていきたいですね。タコライスのお店を広げるというよりも、タコライスを食べるという食文化を日本と海外に持っていきたいっていうのがあります、まあ、それが成功ですかね。自分を信じ未来へ走り続ける男、戸口敦史。沖縄のタコライス文化を世界へ。その熱い思いを持ったカタリストがここにいた。